はい、えー、こんにちは、ジミーです。今回のテーマは、なぜ会社は嫌な奴ばかりなのか、マックス・ウェーバーの支配三類型から考えるということでお話をします。えー、会社の同僚、先輩、上司は、なぜか嫌な奴ばかりだというふうに感じたことはないでしょうか、えー。地域や趣味で会う人たちはみんないい人たちなのに、なぜか自分の会社にいる人は嫌な奴ばかりだと、えー、同じように感じている人は少なくないかもしれません。仕事をする場所だから仕方ないというふうに諦めつつですね、えー、転職の機会を伺っている人もいるかもしれません。 今回はマックス・ウェーバーが唱えた支配三類型を参考にしながら会社は嫌なやつばかりになる理由ともっと良い組織になるために目指すべき方向を考えます一般的に言われていることとはかなり異なる主張内容になりますけどもこんな考え方もあるんじゃないかという参考になればというふうに思いますこのような流れで進めていきますはい、早速一つ目マックス・ウェーバーの支配三類型という話をします正式にはこれマックス・ウェーバーなんですかね1860年から1920年に生きた人です え、これマックス・ウェーバーと言ってもいいらしいので、ここではマックス・ウェーバーで統一します。え、ドイツの社会学者、政治学者、経済学者ですね。え、プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神などですね、え、こういった著書をはじめ、現代の社会学に大きな影響を与えた人です。昔、学校の授業で出てきたのを覚えている人もいるかもしれません。 で、今回紹介するのは支配の正当性についてですね。支配。まあ私たちが属する社会で言えば、命令とか管理というふうになるかもしれませんけども、そういった支配したい人がいてもですね、それに服従してくれる人がいなければ、支配は当然成立しません。つまり、服従する側がなぜ服従するのか、服従の動機が必要になるわけですね。 え冒頭にも少し言いましたけども相手が嫌なやつでも、えー、仕事だからという理由で従う人が多いと思います。しかし、えー、ここはよく考える必要があります。なぜそんな嫌なやつに協力して従っているのか考えたことはありますでしょうか そこに会社が嫌な奴ばかりになる原因があります。人が支配を受け入れる、服従するには正当性がどうしても必要ですけども、ウェーバーは3つの正当性の形があるというふうに考えました。すなわち、歴史的な正当性、カリスマ性による正当性、合法性による正当性ですね。ウェーバー自身、国家の支配のあり方を念頭に置いて考えていたんだというふうに思いますけども、一般的な組織についても当てはまることが多いと思います。ということで、1つずつ見ていきます。まず1つ目が、歴史的な正当性ですね。昔からある 権威ですすすととか秩序が神聖化されたようううなな場合っていいのは服従する動機というふうになり得ます伝統的な家父長制などは典型です。昔の支配体制で言えばですね、江戸幕府の将軍は代々徳川家です。歴史的な正当性を誰もが受け入れていましたので、えー、徳川であるということは絶対的に権威があったわけですね。現代で言えば世襲制が伝統となっているようなオーナー企業もそういうふうに言えるかもしれません。えー、実力も経験もない創業家の息子が社長になっても、えー、実際ですね、何十年も 先代を支え続けてきてくれたような専務さんがいてですね新社長を手厚くサポートするっていうのをこのパターンに沿っているというふうに言えるでしょう。 二つ目、カリスマ性ですね、えー。もはや誰もが知っているこのカリスマという言葉ですけども、えー、現代の意味で最初に使ったのはこのマックス・ウェーバーだというふうに言われています。カリスマとは天与の資質だというふうに小難しい言葉で定義されていますけども、えー、使い方としてはですね、今の使い方とほぼ同じです。つまり、カリスマ的な支配者には人は服従する動機を持ち得るということですね。昔で言うところの預言者などですね、えー、特殊能力を持ったような人、えー、ナポレオンのようなヒーローがその典型でしょう。 で、現代の組織で言えば、カリスマ美容師とかですね、今でもこのカリスマ美容師って言葉を使うのか分かりませんけども、そうですね、すごい技能を持った美容師さんですとか、あと、匠と呼ばれる存在として考えることができます。その人の持つ技ですとか魅力に人が集まって、喜んで従うという構図になります。次に説明する、規則によって付与された権限がなくてもですね、カリスマ的支配者っていう人は、人を従えることが可能になります。 一方で、その人の魅力がなくなれば、支配関係も崩れることになりますので、えー、そんな脆弱性もあるということになります。で、えー、最後三つ目ですけども、合法性による支配です。ルールとか規則に正当性を求める考え方です。ルールによって、えー、支配する権限ですとか、そういった範囲を決めて付与するわけですね。組織で決められたルールに従わなければ罰則があるため、えー、人が不逐するような動機となり得ます。えー、官僚性なんかはその典型ですね。 そして、現代にある組織のほとんどが、この合法性によって支配を正当化しているということになります。つまり、ほとんどの人が組織のルールに従うべきだというふうに考えているから、権限者に従うわけですね。俗人的なものではないため、合理的、形式的に安定した運用が可能になるといった長所があるわけです。以上ですね、歴史的な正当性、カリスマ性による正当性、そして合法性による正当性と、3つですね、支配を正当化する服従を受け入れる要因を紹介しました。 そして次の項目に行きます。会社は嫌な奴ばかりというふうに感じる理由ですね。先ほど示したマックス・ウェーバーのですね、支配三類型をもとに、会社は嫌な奴ばかりになるという理由を考えます。ポイントはえ合法性による支配に偏っているということですねえ。合法性によって正当化された支配に頼っているから、え会社は嫌な奴ばかりになってしまうということになります。 どういうことでしょうか。まずですね、合法性に頼らざるを得ない現状という話をします。三類型それぞれに長所短所がありますけどもえ、これらの要素を同時に兼ね備えることも不可能ではありません。むしろ、えー、複数兼ね備えておいた方が絶対にいいわけですね。盤石になるからです。 しかし、現代私たちが生きている社会っていうのは、ほとんどの組織が合法性による支配のみで運営されています。そうならざるを得ないんですね。考えてみれば、まず歴史的な正当性を持つ組織っていうのは非常に限られます。まあそもそも過去は変えられませんので、今生きている私たちが歴史的な正当性を今から備えることなどできないわけです。 例えば、歴史的正当性が欲しいからと言って、俺、豊田家の血筋ってことにならないかな、とかですね、言ってもダメなわけですね。いくら努力しても無理です。えー、たまにですね、自分の出自を捏造して、えー、歴史的正当性を得ようとする人もいて問題になることがありますよね。皇、え、族、ー、関係者だと偽るケースが多いと思います、えー。歴史的な正当性っていうのは非常に強いんですけども、残念ながら、えー、今生きている人にはどうすることもできません。 次に、カリスマ性による正当性なんですけども、こちらも限られるというふうに言えるでしょう。そもそもですね、限られた人しか持っていない魅力だからこそカリスマというふうになるわけなので、多くいるはずはないんですね。支配を正当化する要因の2つは非常に限られた人にしか当てはまらないことが分かりました。一方で、近代から現代にかけては、会社組織っていうのが爆発的に増えました。 一つの会社組織を取ってみても、トップだけじゃなくて、部門長もいれば課長も必要になりますよね、えー。平社員は課長に従う必要がありますし、課長は部門長に、部門長はトップに従うという階層があることで機能している面もあるわけです。つまり、支配、命令、統率をする人が大量に必要になっているのが現代社会ということですね。支配する人が大量に必要なのに、歴史的正当性とカリスマ性を持った人はごく一部。ですから、えー、ほとんどの人は合法性だけに頼るしかないわけです。 え、組織の数が増えて複雑化すれば官僚的な組織が増えるのは必然というふうに言えるでしょう。では、合法性による正当化の問題は何なのか合法性による正当化には必ず問題があります。それこそが嫌なやつと感じる人が増える理由ですね。何かというと、この正当性もしくはの権威がですね、人にはないところにあるからです。え、歴史的な正当性、カリスマ性であればですね、その人自身の存在が服従する動機になるわけですね。 匠の上に惚れ込んで支持する人であれば、えー、もうこの匠でなければダメだという思いがあることでしょう、えー、先ほどの世襲制企業のような例であれば専、えー、務さんがですね坊、えー、ちゃんを一人前の経営者にするのが私の使命なんですと言ってくれる温かい人がいるものです、まあ、いくらですね、えー、ハーバード大学を首席で卒業したからといっても、えー、この企業専務さんにとってはこの坊ちゃんでなければダメなわけですね ところが、えー、合法性による支配の正当化っていうのは人ではなくて、えー、組織のルールによるものですもっと言ってしまえば、えー、罰則があるから従っているんですね考えてみれば当たり前なんですけどもこれこそが多くの人が会社で辛酸を舐める思いで服従している理由です人ではなくてルールに従っているからでもあるというふうに言えるでしょう 人としては同格であるはずなのにえ尊敬しているわけではないのにえ組織のルールによって従わざるを得ないというのは、まあ、もちろん今では誰もが受け入れていることなんですけども実際気分が良くはないものですね人に人格的な魅力や権威を感じていなければ命令されたり支配されたりすれば人は無意識的にでも嫌悪感を覚えたりしますそうなれば自然と嫌なやつだと思う可能性は高くなるわけですね そして、えー、権威の根源である、役職っていうものを虎視淡々と狙うか、えー、嫌な奴が転勤していくのをじっと待つ、耐え忍ぶということになるわけですね。それでも、えー、次に来る人がもっと嫌な奴になるケースも少なくないですし、まあ、ちょっと良くなったらかなというふうに思える程度のことがほとんどなわけですね。さらに、えー、合法性による正当化だとも、えー、嫌な奴が多く感じる仕組みがまだあります。えー、上司だけではない服従の機会という話をします、えー。服従するのは人ではなくて組織のルールであるというふうに言いました。 えこうなるとさらに面倒なことに遭遇することになります。それは上司ではなくても服従しなければならない時があるということですね。会社組織であれば、えー、分業化が進んでいます。えー、役職の上下はなくてもルールに則っ,って、えー、仕事をすることが必要です。えー、例えばですね、えー、会社で経費生産の仕事をしているとしましょう。大、え、変、ー、な人であろうと人を見下すような態度で接する人であっても、ルールに基づいてその人たちが持ち込んだ領収書を、えー、経費生産してあげる必要があるわけですね。 個別にですね、この人とは経費生産を請け負う約束をしよう。この人は王兵で信用ならないからやめとこうとか、そういうことはできないわけですね。会社では、このように規則ですとか権限規定に基づいて動かなければなりません。逆に言えば、ルールに従ってさえいれば良いということでもあるわけですね。だから、ルールを盾に要求する、主張を通すということがあちらこちらで行われているわけです。その結果、会社の中で関わる人っていうのは、上司でなくても嫌な奴だと感じる場合が多くなるわけですね。 これは、えー、私個人の見解ですけどもそれが非常に大きな落とし穴であるというふうに思います、えー、合法性による支配に偏っていると、えー、自分の人格を高めることの大切さをないがしろにしてしまうという傾向があるように思います つまり、合法性に正当化を頼りすぎると人格が退化するという話につながります、えー。合法性に正当化を頼りすぎるということは、役職にひがみつくということでもあります。その結果、人格ですとか本来磨くべきスキル、えー、達成すべき成果は二の次になるというケースが散見されます。えー、ずるいことをしてでも、えー、自分の立場を保つということに注力するようになります。なぜなら、えー、人から嫌な奴だというふうに思われても、権限と役職があれば人は従ってくれるからです。 逆にですねどんなにいいやつでもスキルがあっても権限がなければ誰も自分の言うことを聞いてくれないわけですね。 え、会社組織での目標を役職の獲得ですとか維持に定めていると、得てして人格は退化する方向へと向かいます。実際にサラリーマンを私12年間ですね、経験した中でそのような人をたくさん見てきました。確かに経験は積んで組織のお作法もわきまえています。立ち回りも見事でよく上司を見ているなというふうに思います。一見できる社員に見えるんですけども、肝心なところが抜け落ちてるんですね。人格的には年々退化しているように見えるものです。こうして上役への忖度ですとか立ち 回り社内調整能力だけに特化した人材が育っていくわけですねこれが日本企業によく見られる光景です 実体験として、えー、私もですね、新人の時を知っている同期社員がですね、えー、10年も経てば立派なあ社員になって、仕事をこなす存在になっているということは珍しくはありませんでしたけども、昔よりも人格が備わったなとか、えー、魅力が増したなと感じる人はあまり多くはいませんでした。もちろんですね、会社という組織においての話です。念のため付け加えておきます。えー、最後にですね、最後の項目、目指すべき組織のあり方という話をします。えー、支配する人に服従する動機について述べてきましたけど のも歴史的な正当性とカリスマ性は誰でも持てるものではありませんそれを踏まえて目指すべき組織のあり方を考えますあるいは自分が転職する前提でいるとすればこんな組織に行くのがいいかもという視点で見ていただいてもいいかもしれませんでまずはですねフラット型の組織を目指すということですね まず、近年巨大化して、階層のピラミッドが縦長になりすぎているという組織が目立つわけですね。そうなると、前にも述べた通りですけども、大変多くの人格や能力に問題のある人が、組織のルールによって権限が付与されて命令する立場になるわけです。つまり、嫌な奴が増殖するということになります。そうならないためには、組織をできるだけフラットにすることです。こんなことですね、一昔前までは考えられなかったことかもしれませんけども、役職などをですね、必要最小限にまで 削業としたフラットな組織が実際に世界各国で誕生していますすでに誕生しています常識を疑って上位かたつの体制を最小限に抑えて従業員の創造性や実施性を高めている企業も出てきているわけです人数が多くなければあるいは大きな組織でなければ競争に勝てないような時代っていうのはなくなりました組織をよりフラットにすることもしくはそんな組織を目指すっていうことは会社には嫌なやつばかりだというふうに感じてしまう人を減らす効果が期待できるでしょうもう一つはですね カリスマ性に近づく努力ですね、えー。歴史的正当性は努力して得られるものではありません。そうなると、えー、カリスマ性に近づく努力という選択肢が残るわけですね。えー、天与のものという定義に従うのであれば、えー、誰でも持つことはできない資質ではあるんですけども、実際には、えー、現代でカリスマと呼ばれている人の中にも、えー、努力で勝ち取ったという人も少なくありません。えー、カリスマ美容師もカリスマ講師もですね、えー、生まれつきのカリスマとは限らないわけです。 そういう意味では、カリスマ性を育てるような教育が必要ではないかというふうに思います。現代組織なので、当然合法性に基づいた統治も不可欠なんですけども、それと合わせて、人に人がついてくるといった現代人がおろそかにしがちな価値観をしっかり取り戻す必要があるように思います。これって当たり前の価値観だというふうに思えるかもしれませんけども、会社組織などではごっそり抜け落ちていることが多いのが事実です。 自分がそうなるための努力も当然必要ですね。今のように組織のルールや規定、それによって付与された役職と権限だけに従うと、組織にはどうしても嫌なやつというふうに感じる人が増えてしまいます。よりフラットな関係の組織、会社という組織にとらわれないような仕事の仕方、そして、まあ、カリスマ性というと難しく聞こえますけども、人格で引っ張るような自分を作ることが、これからますます重要になっていくんじゃないかというふうに思います。 以上ですね今回はこのあたりで失礼いたしますご視聴ありがとうございました